タイラエンは、新国海軍の総工巡洋艦。日清戦争で、日本軍に降伏、接収され、日本海軍に編入された。ただし、艦名は、日本海軍編入後も変更されていない。右舷から撮影された本館。左舷から撮影された本館。機構時の艦名は、竜武氏であったが、北洋艦隊への編入時に、タイラエンに変更されている。装甲費は、 銀五十二万四千両。微砲については、四十七ミリメートル速射砲の装備数には二門から八門まで様々な説があり、一定していない。新国初の国産巡洋艦であるが、装甲はフランスから、主砲、副砲はドイツのクルップからそれぞれ輸入したものであった。航海海戦において、日本の機関、松島都港船、手法及び魚雷発射艦に損害を与えたが、 自身も命中弾を受け、異海へに撤退し、1895年2月17日、日本海軍に露隔され、3月16日に、艦籍に編入された。10月21日、最開艦隊所属となったが、11月15日に、クレ・チンジュフ警備艦に指定される。日清戦争では、国内警備に従事し、1898年3月21日、 一等砲艦に類別された。日露戦争では、旅順攻略作戦に参加した。1904年9月18日、紹介からの帰還中に鉄島西片沖で食らい、沈没。艦長、浅場金三郎中彩下193名が死亡。翌年5月21日に除籍された。日本海軍士第9巻、第10巻の召喚履歴及び、 漢方に基づく、ありがとうございます。